主要組織的合遺伝子複合体。主要組織的合遺伝子複合体。主要組織的合遺伝子,子複合体。メジャーヒストオカムパタビラティコンプレックス MHC は、免疫反応に必要な多くのタンパクの遺伝子情報を含む細胞膜表面にある糖タンパク質である。研究の当初、MHC は遺伝子として同定されてきたが、後に糖タンパク質として意味が置き換わっていった。 糖タンパク化電子化の区別のために、糖タンパク質であることを明記、強調したい場合には、日本では、MHC 抗原、MHC 分子、MHC タンパク質などと表現するのが一般的である。一方、遺伝子領域において、MHC を高度する遺伝子のこととして明記したい場合には、MHC 領域、MHC 遺伝子などと表現する場合もある。 MHC 分子は、ほとんどの脊椎動物が、細胞に持ち、人の MHC は人白血球型抗原。マウスの MHC は、H-2 鶏では、B 遺伝子座と呼ばれる。MHC は免疫に関わるが、MHC 分子そのものの存在箇所は、免疫細胞だけではなく、ほぼすべての有核細胞にも MHC 分子は、存在する。また、MHC 分子は、 等タンパク質である。正確には MHC 分子には主に2種類あり、クラス I とクラス E という2種類が主要で、このうち MHC クラス I が核のあるすべての細胞に存在、発現している。なお、実は MHC 遺伝子には歩体系をコードする遺伝子領域として MHC クラス E がある。MHC クラス E は B 細胞、樹状細胞、 マクルファージに存在、発現している。この MHC 分子は抗原定時を行うことで、細菌やウイルスなどの感染病原体の排除や、癌細胞の拒絶、臓器移植の際の拒絶反応などに関与し、免疫にとって非常に重要な働きをする。その他、ペプチドの輸送に関与する TAP やプロテアソームに関与する LMP といった免疫に関する、 様々なタンパク群も、この MHC に行動されている。なお、あまり正確な言い方ではないかもしれないが、T 細胞側の MHC と結合する受容体のことを T 細胞受容体という。つまり、T 細胞側の MHC にとってのリガンド、ある受容体にとの結合相手側の別の受容体のことのことを T 細胞受容体という。ややこしいことに T 細胞には、 MHC と結合する受容体の他にも多くの受容体があり、それぞれリガンドも異なるのだが、しかし T 細胞受容体という呼び方が慣習になっている。MHC 分子は細胞表面に存在する細胞膜貫通型の糖タンパク分子であり、細胞内の様々なタンパク質の断片、ペプチドを細胞表面に提示する働きを持つ。ペプチドについて、 病原体などの細胞に感染したウイルスや、癌抗原、あるいは、樹状細胞などの抗原定時細胞に鈍色処理、された結果に生成するペプチドのことを、抗原ペプチドと一般に言う。抗原ペプチドが、MHC 分子に結合して、細胞表面に定時されると、それが、リンパ球のうち T 細胞に抗原として認識され、引き続き免疫反応が弱気されて、 ウイルスやガンなどを攻撃排除する方向に働く。一方、抗原のない状態での MHC 自身の生成時にも MHC に自己由来のペプチド、いわゆる自己ペプチドが結合して安定化していると考えられており、抗原の侵入、発生時には抗原由来のペプチドに置き換わる仕組みであると考えられている。また、用語として MHC 分子に 上述のペプチドがついた状態であることを明記したい場合、そのような MHC 分子に上述のペプチドがついた状態の MHC 分子のことを MHC 分子ペプチド複合またはペプチド MHC 複合体などと呼ぶことがある。生物個体それぞれは似たような構造の MHC 分子の遺伝子情報を何種類も持ち、こうして 数種類の MHC を同時に発現させている。さらに数種類の MHC すべてを父親由来の MHC 一組と母親由来 MHC 一組の計二組ずつ持っている。また、MHC は個体によって非常に多様性に富み多形性パリモーフィック。このため二組の MHC はほとんどの場合異なった種類の組み合わせとなるヘテロ接合体。このようにして、 それぞれの個体は何種類もの MHC 分子の遺伝子情報を持っており、大電子性パリジェニック、このため MHC は様々な抗原に対応できる。また多形性のため、MHC 分子は T 細胞が事故と他者の区別をする目印にもなる。つまり、T 細胞は事故の MHC 分子を発現する細胞から抗原提示を受けるが、 事故と異なる MHC 分子を異物とみなし、攻撃排除しようとする。しかし、個体によって持つ MHC が異なるということは、MHC によって結合できる抗原が異なるため、MHC の違いにより病気のなりやすさが異なることがある。例えば、MHC の違いによって、AIDS の進行が違ってくる。逆に言うと、この多様性によって、病原体に対して、 種の絶滅を防ぐことができるようになっている。MHC 分子には大きく分けて、クラス I とクラス E の2つの種類がある。MHC クラス I 分子は細胞内の内因性抗原を結合し、MHC クラス E 分子はエンドサイトーシスで細胞内に取り込まれて処理された外性抗原を結合して提示する。つまり、ウイルスのように感染した細胞内で増殖する。 病原体に対して、あるいは癌細胞内で産生される癌抗原に対しては、MHC クラス I を介した抗原定時により免疫反応を起こし、一方、細菌など細胞外で増殖する病原体や毒素に対して、あるいは結核菌のようにマクロファージ等の抗原定時細胞に感染する病原体に対しては、抗原定時細胞の MHC クラス E を介した。 抗原定時により免疫反応を起こす。ただしこの二つ経路は絶対的なものではなく、外来抗原も MHC クラス I による抗原定時経路にも入り得る、クロプライミングクロスプライミング、またはクロスプレゼンテーションクロスプレゼンテーション。MHC クラス I に結合するペプチドの長さと、MHC クラス E に結合するペプチドの長さは違っていることが分かっており、 MHC クラス E に結合するペプチドの方が長い。MHC クラス I に結合するペプチドのアミノ酸の長さはおよそ8から10塩基である。一方、MHC クラス E に結合するペプチドのアミノ酸の長さはおよそ10から30塩基である。MHC クラス I 分子はほとんどすべての有核細胞と血小板の細胞表面に存在する糖タンパクであり。 内因性抗原を抗原提示する働きを持つ。MHC クラス I 分子はさらに、古典的クラス I 分子、クラスイアと非古典的クラス I 分子、クラスイブに分けられる。古典的クラス I 分子には、人では HLAA、HLAB、HLAC の3種類が、マウスでは H-2K、H2D、H-2L の3種類がある。非古典的クラス I 分子には、 人では HLAE、HLAK、HLAG が、マウスでは H-2QA、H-2 トラがある。MHC クラス I 分子は、動作が付加した分子量45系だの重差、α 差と分子量12系だの β、ミクログロブリン系差の2つが非共有結合した2、両体であり、これに、ペプチド抗原が結合して3両体として、 細胞表面に発現する。非古典的クラス I 分子の中には、発現に、β、ミクログロブリンを必要としないものもある。クラス I 重差は、αα の3つの細胞外領域と、細胞膜貫通領域、細胞内領域からなる。α 領域と α 領域の間に大きな、溝状の構造があり、ここに抗原を結合し提示する。MHC クラス I 分子はほとんど全ての、 有核細胞及び血小板の細胞を表面に発現するが発現の程度には差異がある。甲状腺、副甲状腺、下水体の内分泌細胞や水ランゲルハンスト、胃粘膜、心筋、骨格筋、幹細胞では発現が弱く、中枢神経、末梢神経には発現がない。また、精子細胞は精巣にある間は MHC クラス I 分子を発現しているが、清掃状態、副抗がんに移動すると発現がなくなる。悪性腫瘍においても、様々な悪性腫瘍で16から50%程度に、MHC クラス I 分子の発現の低下、欠質が見られる。さらに、原発層よりも転移層において、発現低下、欠質の頻度が高く、MHC クラス I 発現は、腫瘍の予後、 免疫治療の効果等と関連することから MHC クラス I 分子の発現低下、血質により主要細胞は免疫監視機構から逃避していると考えられている。ウイルスのように感染した細胞内で増殖する病原体やあるいは癌細胞内で産生されるタンパクなど細胞室内のタンパクは指キチン化された後プロテアソームによって5から15アミノ酸程度の ペプチドにまで分解される。分解されたペプチドは、小胞体膜上にある TAP という ATP 駆動型トランスポーターによって小胞体内部に輸送される。なお TAP の構造は膜貫通型であり、TAP1 と TAP2 からなるヘテロ2両体である。なお一般に ABC 輸送体と呼ばれる ATP 駆動型トランスポーターは膜貫通型である。 TAP を ABC 輸送体の一種として分類することもある。MHC クラス i アアァーサとベータミクログロブリンは、小胞体 ER 内で合成され、小胞体 ER 内で MHC クラス i アアサ、ベータミクログロブリン、そしてペプチドの3つが結合して MHC ペプチド複合体を作る。その後、MHC ペプチド複合体は、 より小さな小胞体の内部に置かれて、小胞輸送によって、細胞膜を目指して運ばれる途中でゴルジ体を通り、倒査就職を受けた後、細胞膜上に到達して発現する。T 細胞には、主にキラー T 細胞や、ヘルパー T 細胞という2種類があるが、MHC クラス I 分子の抗原と反応するのは、キラー T 細胞の方である。詳細に言うと、 CD8 陽性 T 細胞は、細胞膜上に発現した MHC クラス I 分子と抗原を認識し、活性化する。そしてその抗原を発現している細胞、例えばウイルス感染細胞やがん細胞を、障害するようになる、細胞障害性 T 細胞。ただし、CD8 陽性 T 細胞は、事故と同じ MHC クラス I 分子に結合した抗原のみ認識し、 事故と異なる MHC 分子は、異物とみなし攻撃する。MHC クラス I 分子は、NK 細胞の細胞障害活性を抑制する、働きも持つ。NK 細胞は、細胞表面にキール、キラー細胞免疫グロブリン様受容体キラーセル、イムヤノグラブヤラン、ライクレセプターと呼ばれる受容体を持っており、このキールが、古典的 MHC クラス I 分子、 あるいは、ヒトヒコ点的 MHC クラス I 分子の、うち HLAG を認識すると、NK 細胞はその細胞を障害しなくなる。また、ヒトヒコ点的 MHC クラス I 分子である、HLAE は、NK 細胞が持つ受容体の一つである、NKG に A を介して、NK 細胞の障害活性を抑制する。逆に、NK 細胞は、MHC クラス I 分子を持たない細胞を、 攻撃するミッシングセルフ説。例えば人では、胎児由来の胎盤細胞は、HLA クラス I 分子の発現がないが、HLAG を発現して母親由来の NK 細胞から胎児を守っている。つまり、MHC クラス I 分子は、自己と他者を区別する標識であり、自己の CD8 陽性 T 細胞に抗原を提示して、病原体や癌などを排除しつつ、 NK 細胞の攻撃から身を守る働きをしている。T 細胞には、主にキラー T 細胞やヘルパー T 細胞という2種類があるが、MHC クラス E 分子の抗原と反応するのはヘルパー T 細胞の方である。MHC クラス E 分子は、マクルファージや樹状細胞、活性化 T 細胞、B 細胞などの抗原定時細胞を含め、限られた細胞にのみ発現している。 クラス E 分子は、α 差と β 差の2つの重合体であり、それぞれ2つの細胞外領域及び、膜貫通領域、細胞内領域からなる。MHC クラス E 分子は、人では、HLADR、HLADQ、HLADP の3種類があるが、DR の β 差は2種類あることが多く、これが、DR、α 差と結合するため、 dr 分子は2種類あることになる。つまり、人では4種類の mhc クラス e 分子を持つことが多い。マウス mhc クラス e 分子には、h-2a,h-2e の2種類がある。エンドサイトーシスにより抗原定時細胞に取り込まれた外来抗原は、抗原定時細胞内のエンドソームで、タンパク分解酵素により消化され、ペプチド断片に分解される。 MHC クラス E 分子に結合するペプチドは、クラス I 分子に結合するペプチドよりも長く、15から24アミノ酸程度である。ペプチド断片は、その後、CPL と呼ばれる小胞に移動する。小胞体で合成された、MHC クラス E、α さと β 差は、ゴルジカラダを通って、CPL 内に移動し、この CPL 内で、 ペプチドと MHC クラス E 複合体が生成される。そして、細胞表面に発現し、CD4 陽性 T 細胞、ヘルパー T 細胞に抗原を提示して活性化させる。活性化した CD4 陽性細胞は、細胞障害性 T 細胞や B 細胞、その他の免疫細胞を活性化して、異物を攻撃する。ヒト MHC 遺伝子は6番。 染色体単案上に、マウス MHC は17番染色体上に存在し、人では224もの遺伝子、128の機能的遺伝子と96の二性遺伝子を含む360万塩基体にも及ぶ巨大な複的遺伝子領域である。1999年に人 MHC 遺伝子の全塩基配列と遺伝子地図が解読された。人 MHC 遺伝子の分類は、 三つの領域に分けられ、クラス I 領域、クラス E 領域、クラス E 領域に分けられている。染色体のテロメア側、末端側からセントロメア側、中心側に向かって、クラス I 領域、クラス E 領域、クラス E 領域が存在する。クラス E 領域のうち、主要へーンし、スーパーファミリーなど炎症に関わる遺伝子群の領域は、 クラス4領域と分類されることもある。マウス MHC は点座が起こっているためクラス I 領域が2つに分断されており、テロメア側からクラス I 領域、クラス E 領域、クラス E 領域、小さなクラス I 領域となっている。MHC クラス I 領域には3種類のクラス I 分子 α 差、つまり人では HLAABC、マウスでは h 二 k D、L の3種類のクラス I 分子 α 差が高度、されている。β、ミクログロブリン遺伝子は、MHC にはなく、人では15番染色体に、マウスでは2番染色体に存在する。MHC クラス E 領域には、クラス E 分子 α 差と β 差、つまり人では、HLADQ、DR、DP の α 差と β 差が、マウスでは、 H-2A と E の α 差と β 差がコードされている。その他2つの TAP 遺伝子、LMP 遺伝子、タパシン遺伝子もクラス E 領域にある。ヒ MHC クラス E 領域には C4、C2、B 因子などの補体や TNF などのサイトカインの遺伝子が存在する。MHC 遺伝子には免疫と関係のない遺伝子も存在する。例えば、 クラス IB 領域にある、ハフ遺伝子は、腸管の細胞の鉄代謝に関与しており、クラス E 領域の21水酸化酵素は、ステロイド合成に関与でいる。MHC 遺伝子は、ほとんどの脊椎動物に見られる、遺伝子領域であるが、遺伝子の構成や配置は種によって様々である。例えば鶏は最も小さい MHC 遺伝子を持つ種の一つであり、 人 MHC 遺伝子の約20分の1、全長9万2000円期で19の遺伝子しか持たないが、一方ほとんどの哺乳類は、人とよく似た、構成の MHC を持つ。鶏 MHC 遺伝子の19すべての遺伝子に、相当する遺伝子が人にも存在し、これは必要最低限の MHC であると言えるかも、しれない。MHC 遺伝子の多様性は遺伝子重複による、 ところが大きい。ヒト MHC には多くの二遺伝子が散りばめられている。1930年代に英語が移植変拒絶の研究を本格的に開始した。そして1940年代にアメリカのジョージ・スネルにより同型を20代以上掛け合わせたマウスを使った移植の研究によって1940年代には原因物質として マウスの H-2 抗原が発見された。1950年代には、フランスのジャンドゥーセにより、頻繁に輸血を受けた人の血液を元に得られた、血清に他人の白血球を凝集させる抗原があることが、発見され、らの発見となった。MHC の研究は、当初、ジョージ・スネル、バルフベナ・セラフ、ジャンドゥーセ、 ヒューマグデビットなどによって遺伝子が発見された。ジョージとバルフトジャンの3人は1980年に MHC の研究業績によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後、1987年にはハーバード大学で当時は研究員だった英語によって MHC クラス I 抗原タンパク質の結晶化に成功し X 線で 結晶構造が解析された。1993年には、ジャック・レオナール・ストロミンジャーが MHC ペプチド、複合体の溝の仕組みを解明したことなどの業績で、アメリカの医学賞である、ラスカー賞をドン、ワイリー、ジンウェイト、エミル・ナヌーともに受賞し、1999年には、日本国際賞を、ストロミンジャーとドン・ワイリーは受賞した。また、 1978年にスイスのロウルフ・ M ・ジンチャーネイングルが T 細胞がウイルスを殺害する際に抗原だけでなく MHC も認識する必要があることを発見し、これらの業績により1996年にノーベル生理学・医学を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。